これが無限大なっていうのか。危険を顧みず助けに来てくれたのか。この底から3期だ。ポップ、ホップ、ウカ。お前らたくましくなったな。だが安心しろ。無限大なの能力なのか、ダイマックスできずに手こずったが、チャンピオン隊もいよいよクライマックスさせ、リザードンはじめチャンピオンチームの力で無限大なを追い詰めた。あとは暴走を止めるため、ボールで捕獲する。ただそれだけだ。見てろよ、チャンピオンタイム。え、嘘。いや、それは。嘘だろ。やばい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 、どうしよう。何タイプだやつは。とりあえず氷のビビで何タイプ。これ効果抜群なんだ。ちょっと怖いね。待った、状態異常に進んでて何がいい？いや、鬼火ってリスクあるぞ、結構。鬼火リスクあるな。でもそれしか、あ、いや、わかった。一旦ちょっと急コンで行こう、土先生を。多分結構しのげる。とりあえず、この時のために買いためしておいたハイパーボールで行こう。クロスポイズン。急所。でも、糸来る。あぶねえ。釣り引かなかったらどうしよう。よっしゃ、もらえびやったぜ。聞いた。え、倒してよかったこれ。あ、いいっぽいぞ。これがブラックナイト。おお、マジか。いや、鬼氷分かって。やばい、効果抜群なんだよな、確か。いける。氷の息吹。技が出せない、何？忘れてた。マドローの海でケンタたちを見つけたんだった。ウカも剣を頼む。ボロボロでも何か起きるかもな。わかった。
うわ。ああ、不動の拳、不屈の盾。行くしかねえよな、鬼ごうり、氷の息吹。うわ、熱い、熱いよ。おい、技を出せるぞ、ザシャン、ザマゼンタのおかげか。氷の息吹。何そのかっこいいの。しまった、いかせに火力がない。巨獣山、巨獣山。耐えろバイユール、耐えた。さあ、あ、これ熱い、とどめが俺っていう。あ、待ってバイユール、いや、これバイユールの敵を取るというかっこいいオチだと思ったのに。まあそれでもいい、いけ。来たか、今だか、無限ダイナを捕まえろ。ああ、行くしかない、
俺のハイパーボールだ。くらえ。うわぁ、決めてしまった。ただいまシュートシティ。3日後、これまさか？ローズ委員長自首したんだって？たまげたね。無限大で目覚めさせ世間を混乱させたんだ。まあ当然だよな。自首か。なんかドロドロ寝てたぞ。みんなが騒いでるで解決してよかったな。ザマゼンとやザシアンのおかげで無限大で勝ったんだもんな。なのに兄貴ったらチャンピオンマッチをするぞって無茶言っちゃうんだもん。兄貴だって意識を失うひどい怪我だったくせにな。なるほど。さあ最後の戦いがここから終。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。